はいはい、医学部受かる人の特徴みたいなってあります？いや、もうすぐ分かります。あったすぐ分かる。あった瞬に1週間真面目に生きれないやつが1年間真面目に生きれるわけはないというか、何がしたいのか分からない、どれやったって受かるんですけど、この世の終わりみたいなプレイスタイルをすごい。Hello there! 始まりました、もじゅちチャンネルです。今回はですね、美容外科美容外科で、ですね、医学部予備校も経営していらっしゃるですね、細井先生によろしくお越しいただきました。よろしくお願いします。今日ちょっとね、森哲先生 と、 ちょっと、はい、お揃いというか、まあそうですね、手術の時は大体こんな感じ。そうですね、もう口出てるんで何の意味もないんですけど細井と申します。医学部受験塾メデュケイトっていうね、医学部受験生を、まあ、医学部合格に導く、塾をやってますね。小学生、中学生、高校生、そして浪人生、はたまた再受験生ですね、30代後半の生徒さんもいらっしゃるような個別指導塾です。あとは本業というかね、僕は医者なので、専門は形成外科、美容外科といってですね、女性の、ね、コンプレックス解消したりとか、まあ、そういった仕事を、ね、してますね。だから普段は手術してて、夜はもう塾講師っていう感じでね、まあ、二足のわらじじゃないですけど。そうなんですね。聞きたいことがあるんですけども、まあ、医学部予備校というか医学部塾やってるじゃないですか、はい、で、まあ、自分もご自身も医学部行ってたんですけど、はいはい、医学部受かる人の特徴みたいなってあります？いや、もうすぐ分かります。すぐ分かる。あった瞬間に分かりますよ。だってまあね、言うなれば自分のことがよく見えてる人ですよ、簡単に。自分のことをよく分かってる人は受かりますし、自分が見えてないのにただ闇雲に進んでる人は落ちてますよね。おお、なるほど。そう、これはいいことを聞いたんじゃないでしょうか。いや、だからさ、もうね、話したとかね、要はまあ言うなれば、うちは1週間ごとにね、必ずその自分をね、まあ戒めるっていう意味で、必ずね、報告を出すんですよ、うちの塾は。1週間お前はどういうね気持ちでこの1週間を過ごしたかと。要はね、合格に近づく1週間を過ごせたのか、自分の心に聞いてみろっていうフィードバックをもらうんですね。で、それに対して僕らはコメントするんですけど、要するに1週間真面目に生きれないやつが1年間真面目に生きれるわけはないということです。なるほど。もう一時が万事ですよね。だから1週間レベルの振り返りで自分がちゃんと振り返ってない、要するに反省ができない、勉強ができるできないはいいんですよ、別にね、量がちょっとミスったっていうのはいいんですけども、それに対して要は自分を戒める心がない人はまあ受からないですよね。なるほど。そう、だから常に、まあね、受験まで、だって4月の時点でもうね、10ヶ月ぐらいしかないわけですから、まあ、かける4とすると40週ですよね。その40週の間、毎週毎週自分がステップアップしてないと、こんなん受かるわけないんですよ。なるほど。途中で低迷してたりとかしたらね。だから、うちは必ずそれをチェック。もう僕らが、僕ら合格者のレベルでその1週間がね過ごせてるかっていうクオリティをチェックするわけですけど、要はそのフィードバック、要は向こうが生徒が提出してくる報告書の内容を粗末だと、ああこいつ落ちるなって思います。へー。あと自分が見えてないじゃないですか。ああ、はい、うん、で僕らはまあ1週間100時間勉強っていうのを掲げてるんですけども、それに足りなくたって別にいいんですよ。じゃあ足りなかったのはなぜかってことを考えられる人は受かるんですね。なるほど。まあ、ここにも書いてありますけどね、自重自高ってね、要するにそうです。これも僕の母校の校訓ですけども、自分で考えるんですよ、まずはね。自ら調べる。そう、自ら考える。いいですか、これ時事長考とか読んでちゃダメですか長考時事とか読んでちゃダメですかそう、だから考えられる子は受かるし、自分で考えないやつは、まあ、結局のところ、まあ、その負け組に回るわけですよ。なるほど。だって15人中1人しか受かんないですから、はあはあ、うん、15人中、要は15人の中で一番考えた人、自分がどうなのか、目標に対して自分の位置取りはどうで、このままやっていったら正解なのか不正解なのか、それを自分で調べて、まあ、言うなれば僕らに聞くっていうのも一つ調べることですよね。だからそういうことをした人っていうのは、まあ、着実にゴールに近づいていくんですけど、なんか、ね、こう言って進んでいく人がいるどこ行くのみたいなね。いや、こっち行ったりとかね、あっち行ったりとかね、たまにはね、なんか三浪してね、科目変えてみたりとかね、あ、はいはいはい、いますよね、ね、そのなんかいきなりね、はいはい、物理は相性合わないから生物に変えるとかね、えみたいな、お前そっから3年かかるって分かるみたいな、そのね、1科目がちゃんと受験レベル、医学部受験レベルに達するのにね。
であとはねもうなんかついこの間までねなんかあのデュオやってたと思ったらなんかデュオはやっぱりなんか相性に合わないとか言って速読英単語やって、ね、速読英単語はどうかと思ったらねなんか必修編やったら飽きましたとか言ってね今度はまた鉄壁買い出すやつがいるわけですよ。ありますね。そう、はい、何がしたいのかわからない。どれやったって受かるんですよ別に。ああ、はい、だって変わんないもん書いてあること別にそんな好みですね。しょっちゅう言われますもん僕も単語帳これでいいですかとか。でもその質問自体がねまあいいんですよ質問するって時点でまあ普通の人よりはいいのかもしれないですけども普通に考えてさ3冊見比べてみてください。全部同じようなこと書いてあるわけですよ。でね当たり前やけどお互いライバル会社なんだから相手が書いたものがあったらねそれで回転の時に書いてね造反するに決まってるじゃないですか。そんなんね普通にそこら辺さ頭使えば分かるはずなのにこの単語帳にしか書いてないことありますよねみたいなまあいいんちゃんじゃあ書き込めばって思うわけですよ。これじゃ足らないですかこっちでもがみたいな。そうそうそう、はい、だからそこら辺に要は目がいってる人っていうのはあのやり込むところに本質に手が届かず、うん、要は自分にこの参考書合ってないんじゃないかとかあのこの問題集をやってるから自分は成績上がらないんじゃないかっていうなぜかそのさまつなところに目がいってずっと同じところを堂々巡りしてなんかねこうログ X みたいなね要はこうなんかマーチレベルに前進するようなこう謎の成績経緯を取っていくわけですね。でも何度しても受からないみたいな、ね、だからそこねやっぱねそのブレイクスルー佐々木じゃないですけどブレイクスルー佐々木そこをねやっぱブレイクスルーする子じゃないとダメなのよね。壁をブレイクしてスルーするわけそう躍進しないといけない。躍進してくれる人じゃないといけないわけですよ。じゃ結構悩み的にきます。これやっぱこう難労もしちゃってこう抜けられないんですみたいなやっぱ悩みを抱えてる。いますいます。だからもう本当天井にぶつかっちゃってるんですよ。しかもその天井が低いだ毎年薬学部は受かるけれども、医学部戦前の戦前の家かなみたいな。そう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 。なんかあ起きたら屋根裏みたいなそういう感じの子は実際いて、でその子はまあ本当にだからかわいそうなんですよ。頑張ってるし年数も重ねてるのに、なんで自分が受からないのか分かってないからものすごい気の毒なんですね。だからまあそこで言うわけですよ。でそういう子たちって模試の成績はなまじいいんですね。言うなれば偏差値65とか取る時もあって他の医学部専門予備校行くじゃないですか、はい、そうすると 100% 言われるのが君このままやったら受かるよっていう。あなるほど。どの予備校もね、塾長が神みたいなわけわかんねえ宗教みたいなところもあって、はい、で塾長はねあのなんて言ったかっていうと、みんなと同じことをやりなさいそしたら受かるからってね言ったんですけど、どう思いますかってはみたいな。みんなと同じことやったら15人中14人になるだけでしょみたいないやいや落ちるグループ入るでしょみたいな。いやそんなのさ普通に考えりゃわかるじゃないですか。けどもうそこの塾に行っちゃうとなんかそれを洗脳されちゃうんですよね。で、まあ、なんか医者でもね、ねその塾長がね、なんか知んねえけど、こうガーガー言ってるわけですよ。で、なんか知らないですけど、要はそうやって、まあ、信仰の心みたいなのを塾に持たせて、まあ、言うなれば2年目、3年目ってずっと取っていくみたいなね。あなるほど、まあ、そういう、まあ、長くいてくれた方が儲かりますしね。そうですね、ライフタイムバリュー、LTV が高いですからね。まあそういう状況の塾が、まあ、実際に僕もそこに行ったことあるんで分かんないんで分かんないですけどあるみたいなんですよ。だそういうとこ行っちゃうとずーっと頭打ちで受かるって言われたんでそこにしたんですよって、うん、僕らはね相談を受けるわけですけど、僕らは簡単に言うと模試の偏差値なんて、まあ、見てますけどぶっちゃけどうでもいいんですよ。だそうどうでもいい、そう本当どうでもいいし、だってそんな1回取れただけかもしれないし、模試だけ取れるやつなんていくらでもいるし、だから目の前でそこら辺の問題集持ってきてバーンって置いて上から答えてってって言うんですよ。文法の問題集でも何でもいいんですけど、で大体落ちる子の特徴っていうのはまず遅い、考えてる、はあはあ、文法問題って考える問題じゃないからまずね、まあ、センターに毛が生えたレベルですよ。だその問題でねまず何度もしてて考えてたら話になる。でしかも最悪なのが迷いに迷って間違えるんですよ。あのねこれがもう本当に最悪なんですよ。あの間違えるんだったら瞬時に間違えるんですよ。なるほどね、はいはい、だって他の取れる問題の時間を逼迫してさらに点数を失うっていう、まあ言うなればもうこの世の終わりみたいなプレースタイルをするわだからもうそういう子には言いますよ。あのねそのあなたが言ってた医学部専門予備校はそのね何も見てないと、まあその模試しかもねそういう時って生徒って一番いい模試持ってくんで大体。ああなるほど、そうですね、ありますね。もうそうなの、なんでなんでお前さみたいな。でこうやってね面談来た時に模試持ってくるじゃないですか、はい、なんで全部マーク模試なんですか
いやいや、うん、もうそれ見た瞬間に偽ってるなと。ああなるほど。で自分を偽るなよと、まあ、センター模試しか受けてないなんてことは絶対ありえないんだよと。で記述模試はっていうとなくしましたって。お前さ1年間でこの紙なくすやついるっていうか、今データだから PDF 出せってね、はい、言うわけですよ。だからおかしいんですよ。だからそれはね、人間みんなそうですよ。やっぱり塾行くときは自分の見え張りたいっていうかね、まあ、これだけまあ浪人してるわけだからある程度の成績持ってるって見せたいってね、背伸びしたくなる気持ちは僕もあったから分かるんですけど、それって要は病院で患者に糸つかれるのと僕同じ気持ちがするんですよ。要はあなたの病気治したいからって思ってるのに、経過に嘘つかれたら本当の鑑別ができなくなるんで。そうですね。そうだから僕は受験と医療は僕同じだと思ってるんで、要するに医者に嘘つく患者は治る気がないやつだと思うわけです。そうだから僕に嘘つく生徒はもうその要は受かる気がない、うん、ね、要は自分を偽ってそこのね堂々巡りをしてる自分を俺は良かれと思ってるのっていう説教から入るんですね、まずね。なるほど。英語でも数学でも何でも必要ですけど、まず回転、反射、そのリフレクションってすごい大事で、要するに問題を見た時のレスポンスが早いかってすごい大事なんですよ、受験においてはね。要はやっぱりそれって結局まあ出題者とのキャッチボールだから、問題をボールが飛んできた後にこのねグローブの中でボールを持って考える人はもうねもう分からん。無理。だってボールが来たら投げる回数に決まってるじゃん。でそれがね投げ返し方が下手でも、まあ、うまくいってもどうでもいいんですけど、まずは投球フォームに入らない人はもう受からないですよ。そうですね。だって実際瞬時に投球フォームに入れる人たちと戦ってるわけだから。そうですね。こんな縫い目見ててもしょうがない。そう、いやそうなんですよ。だからね別に例えば、まあ、何でもいいんですけど、逆に僕はね英検とかだったら別にそうやってもいいと思うんですよ。だってあれって別に勝負じゃないですから、自分の実力を試すもんじゃないですか。TOEIC でも TOEFL でも別にねいいんですよ。別に頑張ればそれはね、ゆっくり考えたっていいし、それで点数落ちよう関係ないんですけど、受験に関してだけは勝負だから、そう、ね、人より早く正解するっていうことが要はもう絶対条件じゃないですか。だから球をね投げようっていう意識がその合格へのやっぱりその、まあ、パッションだと思うんですよ。要はねまずはどう投げようかじゃなくて、まずは投げるっていうね、そんなね、まあ恋愛と一緒ですけど、アタックしなきゃ何が起こるか分かんないんだから。そうですね。頭の中でこう妄想だけ膨らまして、そうおしまいじゃん。だからそんなの最初はね別に間違えるのを恐れちゃダメで、もうガンガン自分から要はね自分なりの持論を持ってちゃんと正解だと思って選んで、それで間違えたんだったら別に復習すりゃいいわけなんで。はい、本日はですね、細木先生に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.